このドラマはフィクションでございます。実在の人物や団体との関係は一切なく、ゲーム本編とも異なる世界のパラレルストーリーでございます。シーンボイスドラマ、青木秀英、開いた。中は薄暗いな。ここへ入るのは子供の頃以来か。九条家の開かずの蔵、父がそう呼んでいたここで俺は。あった、確かこの箱だ。こんなに大きかったのか。この中から俺は確かに聞いた、助けを求める少女の声を。だが箱を開けたところは父に見つかり、俺は蔵から引きずり出された。その時見たんだ、あれは眠る少女だった。彼女と目が合って背筋が凍ったのを今でも覚えている。あの時、彼女のことを尋ねる俺に父はこう言った。あれは助けられない。この家にはもうその術がないのだ、と。この家のことを、父の言葉の意味を知るのには随分と時間がかかってしまった。そのために俺は異国にまで赴いた。そして結局何も成し得ないまま帰国した。なのに今日またあの声を聞いた気がしたんだ。ここから俺を呼ぶ懐かしい声を。よし、開いた。ああ、そうだ、この少女だ。そしてこれが生贄の人形。雪のように白いドレスに黄金色の髪、まるで生きたまま眠っているようだ。この人形のどこかに例のものが安置されているはずだが、胸のあたりに切れ込みがある。この中か。これが封印された仏像。像の全身が血で汚れきっている。やはり限界が近いということか。だが薬剤が暴発する前でよかった。そう思うべきだな。とにかくこれを人形から取り出さなくては。外れた。しばらくはこれが俺が。あなたは…それは私の中にあった。人形が目覚めた。いけません、その念事物に触れては。君は一体…その念事物にはこの世に薬剤をもたらす悪霊が宿っております。私はその悪霊を鎮め封じるための供物。ああ、そうだ、そうだったな。俺もそれについては少々知っているつもりだ。でしたら、その念事物を速やかに私の中へ。いや、
それはできない。君の言うその悪霊は生贄の器となったものを蝕み、やがてはそのものを乗っ取り、恐ろしい怪異となって目覚める。この念事物の汚れの進みを見れば、その目覚めがあとわずかだとわかる。君の体にこれを戻したところで、かかる厄災を止めることはできないだろう。ですが、もしそうだとして、あなたはどうするおつもりですか？もともと俺の家は、君のような人形を作っては、汚れが限界になる前に、新たな人形へと念事物を移して浄化する。そんな役目を担っていたんだ。だが、残念なことに、ここに代わりの人形はない。だから今回は、別の方法で浄化しようと考えている。それは無謀でございます。その念事物の悪霊は、印の長と呼ばれ、古くからこの国にたたる死神。これまで私に宿っていた悪霊は、今度はあなたを蝕み、身も心も奪っていくでしょう。ああ。だがもうすぐ限界の君よりは、俺が引き受けた方がいくらかマシさ。それに、策がないわけじゃない。西洋から怪異の専門家も直にやってくる。ですが、なぜあなたが？そうだな。先祖代々から続くお役目だから。というのは、おそらく建前だな。俺はこれまで、ここから助けを呼ぶ君の声を何度も聞いた気がするんだ。ずっとただの思い過ごしと思っていたが、この通りそうではないとようやく分かったよ。だから教えてくれ、君が一体何者なのか。あ、私は、わかりました。お話ししましょう。私の名前はメリー。はるか昔に遠い異国からこの地へと流れ着き、九段の悪霊を鎮めるため最初の生贄にされた人間です。私が亡くなった後も、霊力を持つ多くの人々が生贄として犠牲になっていきました。しかしやがて、これ以上血を流さなくて済むよう、魂を込めた人形が生贄として使われるようになったのです。この時、私をはじめ何人かの魂が再び人形の中に呪縛されることとなりました。では、九条家がこれまで作ってきた人形というのは？はい、生贄となった人間の慣れの果てでございます。なんということだ。メリー、君は九条家のものを、いや、君を犠牲にしたこの国を恨んではいないのか？確かに恨みはございます。このまま悪霊に心を蝕まれていたら、この地に死をもたらす存在となっていたかもしれません。そうか。すまないメリー、許してもらえるとは思わないが、あなたはこれまでのこの家の人間たちとは違うのですね。ああ、どうした？あなた様のお名前を聞いておりませんでした。これから何とお呼びすればよいのでしょう。俺は九条正宗だ。メリー。正宗様、正宗。